ボロボロの筆です。これを使ってさらに100均で買ってきたスケッチブック、反対こうやな、はい、こういうのを使ってまずね、非常に感じたことなんやけど、絵の具の溶き方ですね、ちょっと出そう、おっしゃって出そうか、ここに青です、青があります。でここに黄色があります。でこれを混ぜたらどの色？緑。緑、ね、はい、この色、この青と黄色を混ぜたら緑ができます。でこの緑にね赤を混ぜます。どんな色になると思いますか？まあ量にもよるんやけどね。そうそう、茶色、茶色になりました。茶色、そしたらこの茶色になろうと思しようと思ったらこの緑の代わりに青と黄色も使える。そしたらこの茶色ができる、うん、もちろん黒入れたらもっと焦げ茶になったりとか、うん、っていう風にたかが茶色ですけどもその中にはこんだけの色、もっとまあ細かい言えばたくさんの色が入ってます。だから例えば木を塗りましょうってなった時に茶色の絵の具だけで木を塗るんではなくっていろんな色が混ざってますよっていうことをまず念頭に入れてください。それだけで絵の深みが変わります。あとね、子供さんずっと見ててね、これでちょっと手元やってもらおうかな、ちょっと茶色出そうか、はい、このねまずパレットにすごい絵の具出すんですよね、ぐちゃってね、うん、ぐちゃって出して、うん、で水をつけて、まあ、ここで混ぜてるんかな、この枠いっぱい使っても混ぜてるんやけども、うん、場所なくなってくるからそんな広く使う、まあまあたくさんいるときはねそれでもいいんやろうけども、あとこの絵の具の溶き方がすごく濃いです。これはね小学生全体的に言えました、すごく濃い。でちょっとひみちゃんごめん、ここから鉛筆出してください。すごく濃いのでこの水彩絵の具の特性はね、そんなに濃く溶いて塗っちゃうとひび割れしたりとか、はい、あることするんでなるべく薄く溶きましょう。実際ね子供さん描いてるの見てて思ったのは水彩絵の具の特性を使えてないっていうかな、薄く重ねていくことで色が濃くなっていくのが水彩絵の具やのに、まるでアクリルとか油絵の具のように濃く塗ってしまってる。だから全然うまくいかないんですよね。ちょっと今ここへこれでいこうか。ちょっと分かりやすいのであえて油性のマジックを使います。よくね子供さん描いてるのに こっち向いて描こうか、こう描こうか、顔を描きましょう。これかすれてるんだ、まあまあ適当に描きますよ。眉があって目があって口がある。こういうのってね全部パーツ別々やから割と描けるんですよ。で鼻を描きました。あ、これをね塗る時なんやけど、これ焦げちゃあかんな、肌色出します。今肌色って言ったらあかんねんな、そういや肌の色はいろいろありますからね、うん、ちょっと出しすぎた。私がよく作るのはね、オレンジとか朱色、そういう色のそういう色を薄く使ったり、そこに若干茶色入れてやったりとかして作るんですけども、まあ今日は不透明使ってるんで白を使いましょうか。オレンジ少々、これ黄土色少々、料理みたいなもんやな、黄土色のがちょっと多くしようかな。で白、今どうやろう、白が2に対して、ちゃうな、白が3に対してあと1ずつぐらいかな、 4に対して1ずつぐらいかな、これ今ね分かりますかね、ちょっと筆にべっとりくっついてるんですね、これ濃いです。もう十分薄く筆を洗ってる感じでこう縁でしごいてやると筆にも絵の具が残らんぐらい薄くて大丈夫です。これで、今度画面すいません、画用紙の方お願いします。これでねこう走らすと
下に描いた線が見えるんですよね。この花の線が見えるんですよ。こういうふうにね、これは水彩の具の特徴です。薄く塗ってやってるから下が透けて見えてます。これでいいんやけども、もうあの濃く溶くもんやから塗っちゃうと下の線も消えてしまうよね。そうなった時に花をどうして描き分けていいかわからなくなってしまうんです。で、実際ね、この輪郭で花を描くっていうのは絵画的ではないんやけども、それこそ低学年の子に陰影つけろとか言ってもわからないと思うんで、私はもうこの間そう言って、お母さんの顔かな、お父さんの顔かな、描いてた子にはもう薄く塗りなさいとというふうに勧めました。だから絵の具はね、今思ってる以上に薄く塗ってください。で、乾いてから同じ色を重ねると濃くなっていきます。それが水彩絵の具の特徴なので、だから多少はみ出てもいいんですよ。あともしね、あのこの番組学校の先生見てくれていたら、ちょっとこれは苦言ではなくお願いとして言いたいんですけども、こうあるべきはないと思います。絵画にはいろんな人のやり方、いろんな手法、いろんなことあって、どれが正しいとかどれが間違ってるとかないと思いますので、なるべくなら子どもさんの生徒さんの個性を積むような指導はなさらないでほしいなと、これはお願いです。決して苦言ではないです。で、ある人が言ってました。あのベタを塗りつぶしていて白場があったそうです。そしたらね、絵画の上に赤ペンで白場も残さずきれいに塗りましょうって絵の上に描かれたと。そんなひどい話ってないんでね、あの白場をつけて描く描き方なんてなんぼでもあるし、それは先生のその先生の好みがそうだったんかもしれないんだけども、とにかくその生徒のやり方、いろいろ方向を示してあげるっていうのは大事だと思うんですけども、正しいとか間違ってるとかね、そういうのはやめてほしいなと思いますと言いながら塗りました。下のね、線がよく出てると思います。で、まあ髪の毛茶色じゃないやろうけど、まあ茶色作ったのでこんな風に、あと同じように塗っていってください。でね、ちょっとちょっとだけうまく見せるコツとしては、同じ色を塗った上に乾いてからさらに影になる部分に色を重ねる。これちょっと濡れてるから色変わりませんけどね、乾いたところに重ねていって陰影をつけてやる。例えば茶色一色で研いだ絵の具でも何回も重ねていくと濃くなっていきますんで、そういうところかな。あともしね、子どもさんが高学年の子でもうちょっとその陰影というのが分かってきだしたら、何もないところに花を描きましょうか。これ今ちょっと四角く塗りました。これ分かるかな。これでも乾かないと始まりませんね。で、先ほどの肌色にね、黒を入れるときついです。で、焦げ茶を入れてあってもいいんやけども、先ほどの茶色をちょっと混ぜましょう。混ぜてこれをもっと濃くするんやけど、何色入れたらいいと思う？肌色を濃くするのに少し茶色を入れました。で、さらに濃くしようと思ったら青です。青を足します。ほんの少しですけども、これはね、反対色になるんかな、影のところですか。うん、そうそうそう、入れすぎるとこの緑になってくるんでね、こんな感じ、今グレーになりました。これをね、実はニュートラルグレーと言いまして、色の反対色同士を混ぜてやるとグレーになります、で、多少赤寄りになるとこの肌色の影の色ができるとか、さっきのところいきますよ。穴の影になるところだけこんな風にも、これで十分だと思います。こんな風に、ちょっと鼻に見えないかわからんけども、光がこっち側から当たってると仮定して鼻、例えば人の顔ってね、正面からライト当てると鼻消えちゃうでしょ、穴だけになって、だから鼻って本当は輪郭ないから影だけでいいんですよね。もしお子さんが、高学年でそういう陰影っていうのを分かっているようであれば
こういう方法も教えてあげてください。水彩絵の具は今思っている以上に薄く研ぐということ一つ、それから、乾いては重ねることで濃くなりますということを覚えておいてあげてほしいなと思います。はい、僕一方的だったね、喋るのね、うん、水彩に関してはそんなもんかな。そうですね、あの真っ黒に塗ってる人の、うん、光る髪の毛の光るような手法とか、うん、ああそうか、黒髪やわな日本人、はい、黒髪を光らしたい、はい、はい、黒出ないわボロすぎボロすぎて黒が出ない。ちょっと取ってきましょうか。いやいや、要はね、同じことなんよ。黒もね、ちょっと乱暴なことするわな。なんか固まっとんやね。黒も薄く塗ってやると、まあいや、グレーになるわけやんか。うん、ね、真っ黒じゃないでしょ、こうやって。だから、髪の毛をまずこういう色で塗ってしまってから、濃くなるところに何回も重ねていくことで黒くなっていきます。要はね、お子さんたちはね、ちょっと濃く溶きすぎてるんよね、うん、絵の具をね、ほんまに、あれ乾いたら多分割れると思う、ひび割れてくると思うから、うん、薄く薄く、だけどあまり水つけすぎたりするとボロボロになります。それからもう一個思うのはね、消しゴム使いすぎかな。 あの紙がどんどん傷んでいくからね、いざ絵の具のせた時にもう紙ボロボロになるから、うん、で特に子供さんは力いっぱいね、鉛筆で描くからね、まず線が濃いでしょ。でそれを消すのに思いっきりこう擦るから、髪がどんどんボロボロになってる。それはよろしくないんで、なるべく、はい、消しゴムはあんまり使わないようにいきましょうか。はい、水彩はそこでいいかな、はい、他ないかな、はい、ないですか、はい、大丈夫ですかって言ってもらえば、はい、次いきます、はい、ちょっと今度は工作いきます。簡単にできる工作、あれチャンになって、え、チャイムとちゃうよ、なんか曲流れてる。今度工作するんですがね、まず色紙をお願いしようかな、ちっちゃいの時の、はい、ありがとう、はい、これはもうね、何回も、講習やってきたんやけど、このでっかい色紙、でかいちっこい色紙、この2つ使って、紙で作る昆虫採取を作りましょうということでですね、まあ子供さんには好きな色を選んでもらいました。まあ昆虫採取というぐらいですから、虫を作ってここのこの紙に貼るんやけど、まあどうしても野山とかね、そういうものになりますんで、おすすめなのは1個ざっと作りますよ。空に見立てた水色、それからね、山に見立てた緑外してくれる、緑1枚取ってください。あ、それでいいよ、その黄緑でいい。はい、それと黄緑、この2つでまずカッターこっちから、その、そうです、簡単にいきます。手元カメラでお願いします。山やから、カッター使えない子供さんいますね、うん、いますね、ハサミで、ハサミに行こうか、ハサミそこ、はい、はい、ハサミは使えるな。山二つ作ります。お尻じゃないですよっていう感じで、これ小学生を受けるよなって言ったね、はい、こんな山二つ作りました。で先ほどの水色のところにペタッと貼ります。ほんなら空と山がもうこれでできた、色塗らなくても OK。 それから白い紙あるな、よいしょ、外して、白い紙なかったらもうコピー用紙でも何でもありです、チラシの裏でも OK で、まあ夏のことなんで入道具も行きましょうか。いきなり切るのは難しいと思うんで、鉛筆で線描いて、でそれを切ってくれたらいいと思います。で線描いて切るときに線は裏っかになるようにすればね、目立たないから。はい、こんばんはこんばんはこんな感じ、ほらどうですか、これで入道具もこっからがいいかな、ドーンとね、これでできた、はい、あ、もうこれで背景出来上がりですね、うん、で今度こっちの紙いきましょうか、はい、これいろいろあるな、濃い緑ないんか、入ってない、入ってないね、
入ってないやつと入ってるタイプあるね。